2023年10月17日、5チャンネルにこんなスレが立った。手取りは月10万円台、交際経験もない、49歳の嘆き。500人アンケートで見えた令和の弱者男性の姿とは。彼には一体どんな背景があるのだろう。早速スレを見ていこう。今回、週刊スパが日本人の平均年収である450万円以下で、自分を弱者男性だと思うかを20から60代の男性3800人にアンケート。そこから500人を抽出すると、手取りは月10万円台、交際経験もない49歳の嘆き。500人アンケートで見えた令和の、弱者男性、の姿とは。新型、弱者男性の肖像、貧困などで困窮しているのに、男性だから、と手を差し伸べてもらえない男性が、弱者男性と呼ばれている。先行き不安な時代が彼らを社会の隅に追いやったのか？彼らが抱える、生きづらさ、の正体を突き止める。500人アンケートで見えてきた令和の、弱者男性、の姿。1996年の労働者派遣法改正、新自由主義経済の拡大、女性の社会進出、外国人労働者の流入。バブル崩壊以降、様々な要因から低所得にあえぐ非正規雇用の労働者が増加。そこで表面化したのが、弱者男性の存在だ。一般的には不安定な雇用で経済的に困窮し、社会的なつながりが希薄な男性を指すものでしたと語るのは男性論に詳しい批評家の杉田俊介氏。弱者男性は一般的に、貧困、未婚、障害のいずれかを併せ持つとされている。自分は典型的な弱者男性49歳の嘆き。自分は典型的な弱者男性だと思います。年収は歩合制で280万から300万円を行ったり来たりです。運送会社に勤める千葉県在住の大西隆さん、はため息をつく。コロナ禍前は20年ほど製造業に勤めていましたが、自分は定期的に休むので給料は300万円台で横ばい。満足に働けない心苦しさもあり同僚とも馴染めませんでした。大西さんが定期的に休職を余儀なくされたのは長年パニック障害を抱えていたからだ。父親が昭和気質で、僕が内気なことを言うと、男のくせに、と殴る。それがトラウマで学生時代は無理に陽気に振る舞い空回り。そのうち、学校で突然、口が聞けなくなることが頻繁に起きた。それがパニック障害の発作と知るのは、社会人になってからです。自分を愛してくれる女性に出会えたら救われる気がします。能力がなくて安い仕事しかできないんだから仕方ないだろ。夜も土日も働け。何でも他人や外のせい、そして何かに依存して楽したいっていう最低気質やん。嫁に虐げられてる既婚者の方がよっぽど弱者だと思うけどな。独身だったらどんなに楽なことか。それに近いがさすがに年収200台は取ってる。1位以下じゃないか。年200万って日雇いの派遣より安いぞ。高級ソープ行け。金よこせ。年収200万円だけど、どうやったら結婚できるの？一生結婚できないの？無理だと思う。女性は理想の人じゃないと結婚してもしょうがないし。よほど何か持ってないと。年収200万の男のために働いて無償で料理作ったりとか地獄やん。今の女性は自由が大好きだから。女性も贅沢したいわけではないんだよ。普通の交際したいのであって、無償介護したいわけじゃないから。弱者男性はそのあたりの思考も弱いから厳しい。若手世代への反面教師として頑張ってほしい。この手の人って毎月の給料何に使ってんだ。基本的にみんな貧乏人だよな。女がいないなら全く金を使わないで済むから貯蓄できると思うんだが。アニメ、漫画、ソシャゲ。俺は株買ったり投資信託買ったりしてる。もう静かに一人で生き死に耐えるしかないだろう。出会うことのない似たような境遇のものがこれからはどんどん増えるから孤独じゃないと言えば言えるかも。残念ながら来世だ天国だ地獄だのはないのが救いになる。やけくそにはなるなよ。つか最低賃金でも結婚して子供持てるぐらいにはしないとダメだよな。だいたい2000円ぐらいなら可能か？差別記事でルッキズムを含まないのは悪い？前向きに考えればいい。他人の人生という厄介なものに関わらないで済んで、こんなラッキーなことはない。他人と比べたりするから不幸になる。日本は1998年頃からダメになったよな。IT 改革を見て見ぬふりした頃だな。既得を貪る老害が向き合わずに先延ばしが始まった頃だ。消費税 5% 増税で減収、今まで曖昧だったグレーな部分を取り締まる国差は、国民も企業も厳格化せざる得なくなり、だよ、古い部品の保管、接待交際費、広告宣伝費。最近のサブカルの傾向を見るに弱者男性は多いんだろうけどものすごい卑屈なんだよね。そして理想主義で虚栄心が強い。昔のサブカル傾向は違ったの？昔をいつと定義するかによるけどここ10年ぐらいは人を小馬鹿にするようなの増えたし手軽に承認欲求満たすために周りをとにかく下げ出した。キチガイみたいに独身を叩くアホがいるが現実が分かっていない。すでに俺も50歳になろうとしているが、年収は200万ない。大学も出てるし、就活もしたが、企業が求人を絞っていた。
こんな状況が続いたので派遣で今も頑張ってこれなんだよ。ネットで引きこもっている気違いよ。お前らこそ働いて税金払え。叩くつもりは全くないけど卒業して28年間何をやってたの？と聞きたいな。就職がうまくいかなかったならビジョンを持って明日につながる行動を考えて努力すべきかったんだよ。要するに怠けていたら所得は上がらないということだ。叩くつもりないと言いながら批判してておかしな文章だ。結婚したがる意味がわからない。女がいれば幸せになれると夢見すぎてないか。結婚もしない、子も産まない、自分の食い口だけ稼いで前のめりで死んでいく、優秀でない遺伝子を残しても受け継いだ子があなたと同じような苦労をするだけ、子孫を残さず静かに滅びる、それでいいじゃない。健常者でなく精神疾患抱えてるならこんなもんじゃないの。むしろ障害年金や生活保護受けずギリ一般社会で働けてるのがすごいけど、あまり無理せず自分の病識を認めた上で福祉の世話になって自分なりの幸せを追求した方が楽に生きられるかも。お腹は断末魔なんだが、遅くとも10年後には映画のハーのようにシリトーと疑似会話ができるようになるから寂しさも紛れるかも。さらに10年後には AR もかなりのレベルに来て恋人や家族がいるような経験もできるようになる。何のために生まれてきたの？好きなことをやればいいけど、せめて結婚くらいはした方がいい。このままだと、何もせず死んでいく、後悔するぞ。他人に愛してもらいたけまず己の心を磨くことだな。精神病、親に責任転嫁、精神病、この記事の人にアドバイスしても無理では。精神病は仕方ない。故に己の心を磨けということ。己の心は己でどうするしか他ない。俺だって他人にモテるよう言動を改めた口だからな。決めつけは良くないけどこれは童貞の可能性あるね。俺も氷河期だけど人生立て直すのに20年かかったから結婚はできなかった。若い時は自分一人生き残るだけで精一杯だったしな。もう手遅れ。いくつになろうが手遅れということはない。俺の彼女は元一妻で熟年離婚待ちだったが、今年3月に旦那がくも膜下出血で死んじまった。既婚者でも哀れな最後を迎える奴はいる。それは弱者じゃなさそうな人間がいつ弱者に転落してもおかしくないという話であって、弱者がその弱さから這い上がれるという話ではないような。己で己を弱者と思い込みからダメなのよ。お金は掴みに行くものだよ。ずっと同じ会社でぼーっと働いてるだけなのに金が増えないのは国のせいっていうのほんま笑う。このレベルの弱さだと、もし彼女ができたとしても、交際じゃなく、介護になっちゃうからな。まだ開き直れていないのが、どこかで、誰かが助けてくれると思ってるあたりが、救いようがない。結婚して転落する未来もある。安楽死制度作れよ、生きてても楽しくないだろ。70過ぎてから安楽死選択したら年金やら社会保障浮く分50万くらいプレゼントしてやれ。それで最後だけでも楽しんで行かせてやれ。これからもこういう奴隷をたくさん産んでほしいのよ政府は。てかこいつ結婚したいのか？好きにしたらいいが、ガキ作っても能力遺伝するからやめとけよ。そんなこともわからんからこんな現実か。正直頼りにならない男性は難しいと思う。女性は、この人なら自分を守ってくれそうっていう人を選ぶし、本能だからね。毎回毎回、割り勘言ってくる男さんとか悪い印象しか与えないよ。おごるときは見返り求めてたり、あっちが距離縮めたいサインだからね。おごって送迎も当たり前に思わない方がいいよ。後で相手の男性落城させる。割り勘とか男にしかわからんし、もネタ話振られてきたら異性として意識してなくて友人かそれ以外の扱いだろうな。その気のない女にはそもそも関心すら持たない。学生時代に恋人がいなかったのは年収関係ないだろ。中高6年男子校で同級生恋人だったらヤバかったな。そもそも付き合う必要ないだろ。次の事件の火種というか、いつ爆発するかわからん人間爆弾が無数にいるな。しかも日々増え続けている。もう無条件に生活保護支給するしかないな。それもケチな金額じゃなく月50万ぐらい。事件で人が死ぬよりはマシだろ。一種の防衛費と考えればいい。何言ってんだこいつ。じゃあどうするの？弱男全員ガス室送りにしろとでも。無理だよね。ならば保護するしかない。でないと明日殺されるのは君かもしれないよ。しかたんなる恋愛弱者のことだろ。貧困や障害をやり玉に上げて弱者男性の基準に入れてしまったら、これまで弱男煽りしてた奴は最悪の差別主義者になるし、そんな奴らの政治批判なんか誰も聞かなくなるよね。単なる褒められたい願望だけで生きる脳内麻薬ジャンキーなんだろうなって感じ。金がないから結婚できないって言ってる奴らは、ろくに彼女すらいなかったが透けて見えるよ。何であれ、涙が、やばいやばい。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、49分、58秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。